天外今末の切り株、右前方に由来の説明版と共に、王子の受精左官な姿を写した説明版が設置されている。法、千寺の天外今末は、広島県福山市と無町墓地の法、戦時境内に生育していた黒松の巨木である。法、千寺の会期大閣大僧上手への木と伝えられ、推定の事例は630年とされていた。に見る。 黒松の名木として1944年に国の天然記念物に指定されたが、1991年夏に古視している。天外松の戦前の写真。宝泉寺は三号を大角山と言い,い、創建は南北朝時代の1358年である。会期は大角大僧上と伝えられ、日蓮宗広本山無用賢寺の末寺である。 大覚は意味なお耐えみといい日蓮宗の構想として五皇厳天皇の信頼が厚い人物であった。1358年、大覚は友に上陸して北家道を建立し、この地を拠点として説法を始めた。それ以後、友は西国における北家不教の重要拠点となり、法選寺は三備え日蓮宗の重要寺院となって存続し、江戸時代には、 朝鮮通信使の宿所として使用されていた。法千寺の本堂脇には一本の黒松の巨木が生育していた。この松は大角の手植えと伝えられ、その伝承が確かであれば樹齢は約630年であった。本堂の向かって左側から生え出た松は、ほとんど本堂の前提を覆うほどに大きく枝を広げていた。1984年観光の 日本の天然記念物五植物3によると樹高こそ5メートル程度であったが目通り間位は3.9メートル根回りは5.2メートルあり地上から1.6メートルのところで2つに分岐して北東方向と東南方向に枝を広げていて北東方向へ伸びた枝は基部の周囲が2.76メートルあり枝張りの長さは23南東方向へ伸びた枝は 基部の周囲は2.14メートル、長さは12.5メートルあった。この大きな枝針から枝葉の広がりの総面積は総面積は600平方メートルにも達していた。この松が定する独特の樹形が仏像などに差しかける装飾の天外に似ているため、天外松という名称で呼ばれるようになった。 天外松は稀に見る名木として評価され、1944年11月7日に、当時の史跡名称天然記念物保存法に基づき、国の天然記念物に指定された。天外松は1980年代後半まで、旺盛な樹勢を保っていた。しかし、1991年の夏に、松食い虫の被害に遭って枯死し、1993年7月16日付で、 天然記念物の指定も解除された。方、センテラの境内には、支柱や切り株などが残されている。故事する前の方、センテラの天外松 AB 国の天然記念物に指定されていた松では、他に、島根県松田市の高津連理の松、山梨県北都市の万旧院の舞鶴松や、兵庫県南淡路市の淡路国道松並木などが、 天然記念物の指定を解除されている。昌平は南朝方の元号である。資料によっては、昌平13年ではなく北朝方の元号を用いて、塩分3年と記述されている場合もある。人間の目の高さ付近で測った樹木の幹回りの寸法を指す。ABCDEFGHI 天然記念物辞典、104ページ。 abcdefghijk 日本の天然記念物127ページ abcdefg 巻の91から92ページ abcdefgh 法選とも物語一般社団法人日本や日本2013年5月26日閲覧 abcde 日練習大拡散法戦時福山市とも町の仏閣 2013年5月26日、閲覧。平成5年7月16日文部省告示第96号、a b 法千字福山市教育委員会ウェブサイト、2013年5月26日、閲覧。ありがとうございます。